ドロップを、ドロップ返しをするっていうのが、プロの試合でも。これを右足で処理して、そのまま流れで。サイドスピンであれば、そのリスクが少しは和らぐと。こう、左方向に、やばい。振ることで。それみたい。すいません。どうですか？めちゃくちゃ浅いドロップを打たれてしまったときに、これを深く返します。体調のドロップ外さない。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、体調が切り返しドロップを教えてくれるということで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ドロップを打たれたときに、ドロップ返し。ドロップ返しと見せかけて奥に鋭いスライスという、まあ、2パターンぐらいやっていこうかなと。ドロップ打たれた時にどう選択するかっていうのが、はい、どこ打っていいか分かんないですね、はい。まあ、ちょっと相手のポジションにもよると思うんですけど、はいはい、相手がどこにいるのかとかにもって、はい、多分細かく変わってくると思うんですけど、はい、ちょっと今日はそこら辺を教えていただければいいと思います。はい、お願いします。今回は真面目にお願いします。はい、相手も真面目ですね。真面目にやってみます。はい、ということで本日はドロップショットをドロップショットで返す切り返しドロップの解説となります。この動画を見るとドロップショットをドロップショットで返すコツやタイミングなどが分かるようになります。あくまでも一例としてご参考になれば幸いです。また2024年9月に愛知の尾張方面にて体調レッスン合宿を行います。興味があるという方は LINE アットからご連絡ください。動画説明欄に貼っておきます。それでは本編をどうぞ。ドロップをドロップ返しをするっていうのがそんなに頻繁に見るシーンではないのかなということで、はい、まあ難しいことだと思うんで、昔ドロップレッスンで撮影したことあるんですけども、ここじゃなくこちらの縦を使ってやることでこうリスク、この距離がこちら稼げるんで、多少ずれても大丈夫ということで、それをその細かい手首とかその細かい筋肉を使わずに、大きい筋肉を胸筋とかを使ってやっていきたいと思います。ポイントがいくつかあるんですけども、まずフォアでやる場合、基本的に一発で決まるかどうかわからないので、戻ることを考えるとですね、はい、こう左足で入ってしまった場合、その後右足が出てから戻ることになるんで、はい、戻りが遅れるんです。なんで、まあ、よくそのプロの試合でも、これを右足で処理して、そのまま流れで戻るという。なるほど。まずこれが足の使い方。はい、ドロップ返しというと、バックスピンをイメージすることが多いと思います。で、バックスピンをかけようとして、ここで手首をこう操作して、ガシャっていうシーンがよくあると思う。私なりに大事かなと思うことが、サイドスピンであればそのリスクが少しは和らぐということで、こう僕で言うと左方向に振ってしまう。いきますね。こっからこう左方向に、やばい、振ることで、それみたい。すいません。どうですか？頑張ってますね。あのこうコートの外に逃がす、その方が効果的とかいうよりは、ただリスクをそのバックスピンをかけようと思って横の部分を使うよりも、こっちを使いたい、ラケットのこの長い方の縦を使うことでリスクを抑えたい。こう来てこっちに打てば、はいはい、こっちのスピンで外には、例えばスピンかけずに打つのはどうですか？それだと、はい、こう置きに行った時に、置きに行く位置に2バウンド目が相手に近寄ってしまいますんで、あの追いかけられてきて、その2バウンド目が大事なんです。変な話、1バウンド目がちょっと甘いなと思っても、その後に逃げてってしまえば、結局2バウンド目で相手はコートからいなくなるので、もし拾われても次決める可能性は高い。なるほど、ね、もう一点大事だなと思うのが、このドロップ返しをするときと奥にやるときで、相手のドロップの深さ、めちゃくちゃ浅いドロップを打たれてしまったときに、これを深く返します。こうその場合、もしロブを上げられたらもう私戻れないんですよ。なのでこれバレバレでも浅く打った方が
もし取られても次あのロブに備えることができるので、ポジショニングのことを考えるとめちゃくちゃ浅いドロップに関してはドロップ返しのが有効なのかなと。なるほど。でちょこっと深いドロップ、はいはい、相手のドロップが少し甘いよという時は逆にここでドロップ返しをしてしまうと、はい、そのネットからの距離が長いもので、はい、対空時間が長いです、うん、なので僕私がドロップを打ったとしてうまくいってもその相手が追いかける時間がなくなってしまう。なんで、まあ、基本的には浅いドロップはドロップ処理のが有効で、ちょっと深めのドロップに対してはちょっと深めの処理の方がいいのではないかということと、あとはドロップ返しの時とその深いスライスを打つ時とフォームを同じにしてしまえば相手としてはちょっと困惑するかなと。どっちを打ってくるんだろうということです。はい、はい、ありがとうございます。いや、いいっすよ。いいよね、説明。すごくいい。いいと思います。説得力がある。大事なのは、右足で入ることですね。はい、行きます。ナイス。ナイスショーです。いきます。浅く深く、おお、いきます。浅く右、こっちね、深く、結構乗せてからこう振っちゃってください。その方が止めてしまうと浅いってバレてしまう。深く、そうですね。お、うまい。深く、あ、今左足だった。いきまーす。ナイス、深く、OK。一回サイドステップまで行きますか。要は次もリカバーしますよっていうことも含めて、はい、そうするとこの左足を行ってしまうと戻れないことが分かるんで、じゃああと2球ずついきます。右足で入ってサイドステップまでいきます。ナイス、ラスト、ナイス。バックで、さっきフォアでは右足で入りましょうねと言ったものの、はい、バックの場合オープンスタンスだと難しい方が多いと思うんです。その処理が慣れてない。ああ、ただどちらもできた方がいいかなということで、はい、今日だけオープンでやってみますか。まあ、普段特に女性の方オープンでこれを処理することあんまりないんじゃないかなと勝手に思ってるんですけども、なんで、まあ、片手両手どちらでもいいんですけど、ドロップに対してこう、うん、ちょっと隣のコートの兼ねであんまりやれないんですよ。あと大事なのは、あ、すいません、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。あと奥にやるときに気をつけてほしいのが、はい、ドロップだから横に振って奥に打つときに前に押すってことはやめていただきたいんですよ。その要はドロップのように同じ方に振っていただきたい。こうこんな感じですかね、はい、でそうすることで前に押した方がいいと思ってる方も多いんですけど、前に押すとその面がちょっと上向いてきちゃうんですよ。なので結果的に浮いてしまうことが多いので、横に切るメリットとしてはこう横から見た時にこの面を維持できますよね。
でも前に押すと面っていうのはちょっと上向いてしまってるんで、その横に振ればどこで当たっても浮かない面が作れる。なんでもちろん回転をかけるというためにやるんですけども、そもそもこの面の角度を維持するためにもやってるという認識が大事なのかなと思います。はい、はい、今日はやらないけど、それによってロブも打ちやすいので。あ、なんてドロップの教え方が、うん、ドロップはうまいね。体調のドロップは外さない。おー、うまっ。うん、外さない。いきます。シャンプーのレッスンは外すことしかないよ。なる。うん、全一個も線再生いかんのだけど、シャンプーのレッスン。左足入って、OK。スイートスポットで捉えてしまうと、はい、飛ばしてしまう。根元から入ることで、ボールに回転も加わりやすいので、スイートスポット1点で捉えるという意識じゃなく、グリップ方向に振るという意味で根元から入ることが大事かなと。なるほど。回転をかけることで嫌がらせる目的と、はい、あとは、深く鋭く行くんじゃないかというカモフラージュも含めて振った方がいいかなと。なるほど。はい。はい、まあ、今日で言うとフォアは左足で切り込んでいく、切り込んでいくっていうのがおすすめですよっていうのと、まあその後ちゃんと戻る体勢をね、はい、取るというところと、はい、相手がね短く打ってきたら、短く打ってきたらドロップ返しの方が、ドロップ返しの方が、自分が戻る時間がある。かなと。ちょっとそのドロップが深い場合は深く返した方がいいというセオリーの中で、さらにその逆をついたりとかをプロの試合とか見てるとしてるんじゃないかなと、はい、思います。ということなので、まあ、ちょっとドロップシングルにもダブルスにも使えると思うんで、ドロップ返しちょっと試してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。